はい、こんにちは。アバブバイクストア須崎です、おはようございます。今日は、今台中、台湾の真ん中ら辺にある、台中市に来ています。で、もう10年以上ここに来続けているんですけれども、初めて、Uバイクって言ってシェアバイクですね。で、シェアバイクを借りてみようと思います。いろいろ多分台北とかに旅行に来られる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、この、システムをある程度こう理解されてると、なんか海外で自転車乗るって楽しいじゃないですか。なんかこうタクシーとか、電車とかバスとかでは得られないやっぱりこう楽しみってすごくたくさんあると思うんですよね。特に、こう独特の自転車の速度だったり、匂いだったり、あと温度だったり、そういうのが僕は自転車の魅力だと思ってるので、ちょっとまあそのあたりを、どういうふうに借りるかを、ご紹介しようと思っております。一応ですね、こういうふうな、これは何かというと、いわゆるスイカみたいなもんですね。で、これをコンビニエンスストアで、台湾ドルの、100ドル言ったら日本だと400円払って、まずこのカードを買います。どうこうかな。そうそう、これこれこれ、で、こういうね、Uバイクが置いてある場所まで来て、ちょっと駐車場を探します。はい。これがね、Uバイク。なんか、こんな感じで、いろんな街中に配備されています。あら、お友達？エルサはうちの、アバブバイクストアの台湾エージェントです。たまたまエルサのお友達がいたのでちょっと聞いてみます。我们第一次三到五分钟。啊，三分から五分後に、try してくれ。好，这样这样子，等下再试试看。好，然后我要退出嘛。嗯。谢谢。Wait 3 minutes or 5 minutes. Yes. Okay. 谢谢。Thank you. こんな感じで自転車がわーっと並んでるんですよ。で、街中にこれがたくさんあって。没有啊，就是要保养车子。保养车子。街中にたくさんあって、彼はこういうところから、壊れた自転車を回収したり、台数が多いところをバランスよくこう廃車したりするために、彼はこういうふうに頑張っています。これ見てください。こうやって、いろいろな場所が、登録されてて、まあ、やっぱり街中のこう一番セントラルなところに近づけば近づくほど、そういう風な自転車の返却場みたいなものがたくさんあって、 U バイク in 台中って Google マップで検索しただけでもこれだけブワーッと出てくるんですよね。で、こういうところを見つけて、4時間以内に自転車を借りてる場合は30分おきにチャージで台湾ドルの30 minutes 台中、はい、in 台中、yes. 30 minutes one time how much that? $10 $10? so cheap、yes. 4時間以内は30分おきに、10ドルのチャージ、40円です。で、それを返さない場合、4時間を超えると、
30分おきに、over 4 hours, 20ドル加算されるっていう風なシステムらしいです。はい、さっきのカードを出しておく。 OK、 すごい簡単、これで借りれました。なんとなくこうサドルの位置も合ってそうなやつを選んだんだけど、まあママチャリですね、ネクサスついて、で鍵もついてんだここに。なるほど、鍵ついててどうやってリリースするのかな。まあいいか。よし、なんかね、日本のつもりで乗ってると逆車線なんでちょっと変な感じするけど、楽しい。左がフロントブレーキ、右がリアブレーキの設定です。じゃあちょっとこれから台中の街を流してみようと思います。やっぱね、海外で自転車乗るってすごい楽しいですよね、刺激的。こういうのがね、やっぱ自転車の魅力かなと思うんですよね。こうサイクルジャージに着替えて自転車にまたがらなくても、このシェアバイクっていうものだと気軽にやっぱり無駄着で乗れるじゃないですか、ね、そういうのもいいですよ。ほら、みんなこうやって乗ってる。最後いいな、あ、いいな。Thank you.見ててお気づきかもしれないですけど、台湾って実はね、すごく歩きづらいんですよね。歩道がしっかり整備されてないから、突然歩道がなくなったり、横断歩道がなくなって向こう側に渡れなくなったりするんですよ。
the small one. Small one. For deep darkness. Okay. Ice. Yes. Small ice, small sugar. このタピオカ さんはタピオカ屋さんめっちゃうまいです。多分ちょっともうネクストレベルな美味しさで、そんな感じ。こういうこのお店の名前覚えておいてください。どこにあるんだろうな。安い。僕頼んだらこれ。そう、これ。4倍してください。これが台湾風。一応ここしかないんで、Thank you。 来ました。入った。もう異常なうまさだ。めっちゃ美味しいです。皆さんも台湾でシェアバイク借りてみてください。いいですよ、海外旅行に花を添えてみてください。ここに止めます。はい、そしてでは実際に今これで返せたんですけど、これでいくらがかかってるのかチェックしましょう。これで100元入れてゼロだね。あのぐらいだと取られてないってことか。なんか今確かに30分以内しか乗ってないんですけど、返したらこんなもんでした。今までタクシー移動だったんですけど、なんかこうタクシーとか乗らずにこう移動ができて、かつこう運動したい時あるじゃないですか。自転車乗りたい時あるでしょ。ランニングでもなくパッとこう衣装も変えずに、洋服も変えずにこういろいろ運動ができるのはすごくいいシステムかなと思います。なんか画期的ですね。なんかすごくいいと思いました。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。入ってまいりました。 SDG です。ここは少し肉厚になってるんですよ。要は後ろ側に座りやすい、しなやかっていうふうなことが言えます。ダスターに比べると